夏菜です。そうですね、最初に台本をいただいた時にこの台本めちゃくちゃ面白いぞと。で、私がいただいた役が、いわゆるこの作品では悪役で、今まで私が悪役って一回も実はやったことがなくって、なんか洗脳されて仕方なくそうなってしまったとか、悪役っていう悪役、その自分がこう計算高い女としての悪役っていうのがやったことがなかったので、もうずっとやってみたい役だったんですね。なんでもうやっぱりすごくやっと悪役来たかと待ち焦がれていたの。今までやってきた役ってすごいなんかこうちょっとつもうしに頑張る役だったり、こう計算高いけど悪役ではなくこう成敗する側の役だったりだとか、結構こういい子が多かったので、すごく待ち望んでいた役が来て嬉しかったっていうのはありますね。それからその台本読んでみてめちゃめちゃ面白そうだな。ただこれ映像化するにはすごくハードルが高いというか、どうやってここをうまく表現映像でしていくんだろう。なんか小説で読んでて面白いものってこれどうやったら映像化になるのって思うじゃないですか。それと一緒で、なんか本当にこれうまくいったらめちゃめちゃ面白いけど、これ下手したらめちゃめちゃこけるぞっていうのは最初不安で思ってたんですけど、まあ、なんかそこら辺にもそういうところも挑戦してみたいなっていう意味で、これめちゃめちゃハマったら面白い役だなっていうのがあって、ぜひと思って挑戦させていただくことにしました。かやちゃんは本当に何だろう、年齢を忘れるぐらいしっかりしていて、大人っぽくって落ち着いてて、多分私よりキャピキャピしてないと思った、なんかこう昔からこうなんていうのかな、こう売れる女優さんっていうのを何人か私は見てきたわけじゃないですか。でその中で確実にこう正統派でこうスコーンっていくタイプの子っていうのがいるんですけど、やっぱりかやちゃんは今まで出会ってきたそういう女優さんの中でもやっぱそっち系のタイプで、なんか自分の芯がすごくちゃんとあって真面目で、でもなんかこう喋ってみるとこう柔らかい部分もあって、でもな、やっぱりあの世代の女子で多分かやちゃんよりしっかりしてる子いないんじゃないかなって思います。やっぱ役のこととか多分一生考えてると思う、本当に熱心な子だなって思いました。で、まあケント君はなんかすごい少年の部分と、そうではない、なんかこう役になったりこう役のことを考える時の真剣な眼差しだったりとか、役に憑依した時のケント君とかはやっぱ全然大人の顔になったり、本当にいろんな顔を持ってる方で、つかみどころがない、なんかクラゲみたいな人だなと思いました。普段はすごいふにゃふにゃしてるんですよ基本的に。だけどなんか毒もあるっていうか、本当にクラゲみたいな人失礼かな、いや失礼じゃないのよ。でもなんかいい意味でそのつかみどころがない、なんかすごい不思議なタイプの俳優さんですね、私にとっては、すごい私的にも刺激になりました二人の存在は、いっぱいあるな。うわ難しい、なんだろう。いやでも学生時代によく聞いてたのはやっぱミスチル浜崎あゆみ、それから竹内まりやなんかいろ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 なんですけど、サザンもめちゃくちゃ聞いてたしな。色褪せないと言われるとやっぱりミスチルになるのかな今のところ。やっぱなんかこう鮮明に
その時のことを思い出すのはやっぱミスチルの曲たちですね。シーソーゲームとかもそうだし、抱きしめたいとかもそうだし、ちょっとあのあたりの曲は私はちょっと本当に、いろんなことがこう走馬灯のように思い出せる感じの曲ですね。はい。最近ハマってしまった罠もありますか？罠。最近ワンちゃん今うち2匹いるんですけど、トトと小麦って言って、でトトが割と新入りで最近うちに仲間に家族になったんですけど、すごいおしっこシートのギリギリを歩くとおしっこを必ず踏むっていうか、なんかあとちょっとで入る、あとちょっとでおしっこシートに吸収されるもの、あとちょっとで入ってないところをなんか毎日踏んでる気がします。はい、次タイムスリップができるとしたらいつどこで何をしに行きたいですか？でもなんか怖いよな、タイムスリップ。なんか未来見たくないしな、怖いです。すごいなんか嫌なこととか知っちゃいたくないし逆に過去にももう戻ってなんか苦しい思いもしたくないし、どこでもドアがある世界だったらいいけど、それ以外だったらちょっと行きたくないかもです。普通に毎日を幸せに行きたいいやだからどこでもドアか、まあでも空飛ぶ系をでも最近できてるか、ちょっとできつつありますよね。なんかこう分身の術みたいなやつ一人を働かせて一人を遊ばせるみたいな、半分魂を半分ずつにこうなんか機械に分けたいですね。一人じゃ足りないって思う時がいっぱいあります。開けたい扉、なんか未来を変える扉は結局なんか今を生きてることでなんか現れるものだと思うから、なんか毎日いろんな経験とか体験とか感覚とかをなんかこういろんなこう経験があって初めてこうしようとかああしようとか思うことだと思うから、いろんなことをやっぱ体感するしかないと思う、未来を変えるためには。で初めて感情が起こってそこでこうしなきゃいけないとか思うこともいっぱいあるだろうし、なんか後悔をしないように動くことだと思います。開けたい扉ちょ、なんだろう、開けたい扉、大人の余裕の扉言っててはって思ったけど、はって思ったけど、なんかこうもうちょっとこう余裕のある心の広い大人になりたいなって毎日思ってるけど、そう簡単にはなれないから、そういう扉があったら欲しいです。なんか多分その都度その都度あるんだろうけど、結局いつもなんか自分を奮い立たせて、なんかお前これでいいのかみたいな、お前このままじゃダメなんじゃないのかって自問自答しながらなんか乗り越えてる気がします。だから結局は自分との戦い毎回感じかな。62か、まだお父さんとお母さん生きてたらいいけどね、家族はもちろんだけど、そうね、家族になった旦那さんの家族もそうだし、あとワンちゃんですねやっぱりもう7歳と1歳か、今30年後は確実に生きてないと思うけども、できるのならばあの2匹はちょっとコールドスリープさせたいですね、それぐらい本当ずっと、本当は私が死ぬまで一緒にいてほしいと思う大切な存在ですね、でも今って本当に目まぐるしく
コロナがあったり働き方が変わったり、いろんな、なんかこう時代もなんかこう雑誌よりウェブになってったりとか、本当に時代が移り変わってってるから、ちょっと私もついてきてないっていうのが正直なとこなんですけど、みんながこう疎遠になっていかないといいなと思います。オンラインが普通になっちゃう今だからこそ、なんかもっと私はコミュニケーション取りたいし触れ合いたいと思います。うん、そういう未来であってほしい。そう、最初冒頭にも話しましたけど、最初に私が台本を読んだ時に、これ一歩間違えたらすごいめちゃめちゃ間違えた映画になっちゃうんじゃないかっていうか、本当に失敗するんじゃないかって思っていて、どうやって映像化するんだろうって本当に何回読んでもよくわかんないなって思ったのが正直な感想だったんですけど、でもすごい面白いは面白いって思ったんですよ。だけどこれを映像化する難しさみたいなのを本当に思っていて、だけど試写会、第1回目の試写会行った時に、私こう基本的にこう他の自分が出てる作品だとかっていうのはなんかちゃんとあんまりいつも見れなくて、なんかはあそわそわしたで終わったりとか、あまあすごいなんかうんまあ良かったかなとかふわっとした客観的な感想っていうのがいつも出ないんですけど、今回初めて本当に始まった瞬間から終わるまでもうブワーッと一気にスピード感あるお話で、でしかもなんか本当にその作品にこう引き込まれていく、のめり込んでいく、なんかその作品にもこう巻き込まれたようにタイムスリップしたような感覚になったりだとか、本当になんか悔しい思いになったりだとか、なんかこう一人一人登場人物なんかやっぱりいろんな気持ちになれる作品だったりとかして、本当に面白いと思ったんですね。でなんかこんなに自分が役としてなんかこう普通に馴染んでちゃんと客観的に見れた作品って本当に初めてで、だから嬉しかったし、これはもうみんなに胸を張って宣伝できる、見てほしいって大きい声で言える作品になったと思ってます。そしてやっぱり大切な人と見に行ってほしいなと思いました。やっぱり今誰が大切でどういう時を過ごしたりしたいのかっていうのを改めて、後悔のない人生を送れるようになる作品、心が温まる作品になってると思いますので、ぜひ劇場でそのスピード感、それからその感動を体感しに行ってください。よろしくお願いします。僕は大切な人を亡くす運命にあるらしい。下を向いて歩いてた、もう何も壊さないように。諦めなければ失敗じゃないでしょ。少し背伸びをして、ずっとそうちゃんが好きだった。大事なものは全部みんな消えてなくなる。30年も君を待ったんだ。まさか偶然でしょうが、莉子さんが亡くなったことも。わからないままにはしておけない。行きましょう。莉子を救う。どんなに眩しい願いも超えてく、君のサプライズが、夏の光が胸を焦がすように、大丈夫だと扉を開く、君とまだ見たい未来。未来の話をするから驚かないで聞いてほしい。